皆さん、こんにちは。リコです。ついにマスタープランがデジタルリリースされましたね。おめでとうございます。ドクター・ R 酒井さんの思いがぎゅっと詰まった和のテイストのトラックに乗せて、b ファー s t のメンバー一人一人の様々な色彩の歌声が乗って、激しくて攻めた楽曲の中にも、どこか美しさを感じるような、そんな楽曲だなというふうに思います。 今日は20時にいよいよミュージックビデオも公開されるということでその公開も本当に待ちきれないですねそんな中で先行配信されたマスタープランの音源について様々なランキングですでに第1位を獲得していますので今日はそんなお話をさせていただきたいと思います私がこれを撮影しているのが 午前9時50分現在となりますので、約10時間ほど経った時点でのお話となりますが、まずは新曲リリースというと、いつもこれが本当に楽しみだなというふうに思うんですが、今回もモーラさんの最新シングル単曲ランキングにて、日本の全都道府県にて第1位を獲得しました。おめでとうございます。 ここ数回は全都道府県で第1位ということが続いていると思うんですけれども、今回この全都道府県を達成する時間帯もすごく早かったなというふうに思います。私が気づいたのは確か朝8時半ぐらいだったかなというふうに思うんですが、今回この全都道府県で第1位という偉大な記録を達成するのも本当に早かったですね。 それから、モーラさんでは、最新ランキングシングル単曲でも1位、そして、ハイレゾシングルでも第1位をすでに獲得しています。そして、iTunes でもソング1位、ミューモでもリアルタイムシングル第1位ということで、さすがやはりダウンロードは順調な滑り出しを見せているなという感じがしていますね。そんな中で、ストリーミングについても、いくつか情報が入ってきておりますが、まず、アワー。 a バ a のリアルタイム急上昇トップ100では第1位にマスタープランが輝いています。おめでとうございます。さらにさらに、このランキングでは第2位にセットセール、第3位にグロリアスがランクインしています。Line Music でもリアルタイムソングトップ100、こちら0時代から7時代で第1位を獲得しています。 8時台は第4位ということで少し下がってしまったんですけれども実は LINE ュージックでは8時台が魔の8時台と呼ばれていて傾向として少し下がりやすい時間帯になっていますのでまたここからどんどんと LINE ュージックもきっと盛り上がっていくだろうなととても楽しみにしていますはい、そして YouTube で公開されましたオフィシャルオーディオこちらについても 私がこの撮影を始めるちょっと前まで第10位だったんですが、第8位まで上がってきました。おめでとうございます。こちらも現在ランキングの上位にランクインしている楽曲やアーティストの皆さんというのは、本当に実力者揃いで、強者もの揃いだなといった感じがしますけれども、ある程度リリースしてから時間が経っている楽曲も多いように思いますので、リリースの新しさと勢いで、 このままマスタープランもどんどん上位に駆け上がっていってくれるんではないかなというふうに思っています。先日のスケジュールの中でも少しお話ししましたが、このオフィシャルオーディオについては、ビルボードでは動画の指標のポイントに換算されていきます。そして YouTube 上にはもう一つマスタープランの音源というものも公開されていますが、この音源についてはストリーミング再生数にカウントされていきます。 ということで、本日20時にミュージックビデオが公開されますが、それまではこのオフィシャルオーディオで楽しんでいただいたり、あとは各ストリーミングサービス、それからこの YouTube の音源などを活用しながら、まずは耳で存分に楽しんでいきたいなというふうに思っています。 昨日ついに京セラドーム大阪での最後の公演が終了しまして、長かった BEFIRST のメインストリームツアー、そしてその追加公演であるドーム公演もすべて終了しました。最後の公演も本当に感動的だったみたいですね。皆さんのレポートを見ていると、この大阪公演ではメンバーから世界といったワードも聞こえてきているということで、本当にいよいよやってくるんだなということが、 夢や憶測ではなく、もう目前に迫った現実として、はっきりと見えるものになっているんだなということを実感しています。そんな中でやはり BE:FIRST が自分たちのアイデンティティを持って、日本を背負って海外でこの楽曲を披露するという日も目前に迫っているんだなと思うと、私もより一層気持ちが高まってきています。そして今朝の 情報番組などで映像も公開されていましたので、もうお話ししようかなというふうには思うんですが、このマスタープランはドーム公演でパフォーマンスが披露されたんですよね。私もありがたいことに東京ドーム公演の2日目に参加させていただいたので、このパフォーマンス一度だけ生で見ましたが、いや、本当にとんでもないです。今まで b ファーストは、 常に過去最高を更新し続けてきていると思いますが、間違いなくまたこのマスタープランで最高を更新してきますので、20時のミュージックビデオ、そして今後いろんなところで披露されていくであろうこのマスタープランのパフォーマンス、こちらも本当に楽しみだなと思っています。私は東京ドームに夫と一緒に参戦していたんですけれども、うちの夫が3時間あったライブの中で、 ダントツでこのマスタープランが印象に残ったということで、本当にかっこよかったということを何度も言っていましたので、やはりこのマスタープランは、b ファーストをまだ知らないあらゆる方々にも衝撃的な一曲になることは間違いないと思いますので、まずは今週一週間存分に楽しんでいきたいですし、今日も19時20分からいろいろな SNS で ライブ配信がありますし、水曜日にもありますので、そういったタイミングや、また、ラジオの出演も今週だけで30本以上ということで、昨日、怒涛のスケジュールもまとめて投稿させていただきましたが、そういったところでもメンバー自身からこのマスタープランという楽曲についていろんな話が聞けると思いますので、この楽曲に込められた意味や思いというものをメンバー自身の言葉で 受け取ることができるということで、またそちらも楽しみにしていきたいと思います。あとは、今後数日以内には、これまでの B ファーストのビルボードの成績の振り返りであったり、ここ最近のビルボードの傾向などもお話しさせていただく予定にしていますので、引き続き楽しみながら盛り上げていけたらいいなというふうに思っています。はい、以上です。どうもありがとうございました。リコでした。